本になるんだよね。かなり面白かったから楽しみ。原稿書いてるところ見たんですか？というか読んだんですか？すみません、遺稿を探してるんです。その原稿今どこにあるかわかりませんか？だいぶ昔に小さい一軒家を私名義で買ったの。執筆場所としてでしょうか？多分ね。原稿が遺品の中にないってことならそこに置きっぱなしなのかもしれない。そこに入れてもらえませんか？私は鍵を持っていないの。遺品の中にあるかもしれない。わかりました。鍵が見つかったら僕が依頼主と一緒に行ってみます。あれだよな。家主いるのか？忙しくて来られないから勝手に入っていいって。あ、なんだ、くそ。